駒田監督率いる巨人の3軍が大学生相手に2連敗を喫しました。2月いっぱいでキャンプを打ち上げ、鹿児島県で行われている薩摩オイドンカップに参加した巨人の3軍メンバー。この薩摩オイドンカップは大学、社会人、独立リーグのチームや WBC の中国代表など様々なチームが参加して行われている交流戦です。その中で巨人の3軍は3月1日と2日に大学生相手に2試合を行い、2連敗を喫しました。巨人対大学生で思い出されるのは2020年に当時2軍監督を務めていた阿部慎之助監督の母校中央大学との一戦です。プロアマ交流戦で中央大学と対戦した巨人の2軍は7対20という大敗を喫しました。当時の中央大学のスターティングメンバーを見てみると、五十幡選手や牧選手など現在プロで活躍している選手や、阪神にドラフト1位で入団した森下選手、今年のドラフト候補仲間選手など、そうそうたるメンツが名を連ね、この試合でも牧選手と森下選手がホームランを放っていました。一方巨人は櫻井選手が先発し、3本のホームランを浴びるなど4回で5失点。後続の育成選手たちも打ち込まれ、大学生に大敗した試合となりました。では今回2連敗を喫した試合はどのような内容だったのか見ていきたいと思います。このチャンネルでは巨人を中心にプロ野球に関する様々な動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。ぜひ最後までご覧ください。まずは3月1日、全国唯一の国立体育大学でもある鹿屋体育大学と対戦。決して強豪大学とは言えないチームとの対戦でしたが、3対7で敗れています。巨人3軍のスターティングメンバーを見ていくと、育成選手がほとんどで、支配下選手は菊田選手のみとなっています。去年の育成ドラフトで入団し、浅野選手と同期となる相澤選手と大城源選手も名を連ね、同じく浅野選手らと同じ世代となるティマ選手が4番を務めました。先発投手は昨シーズン1軍デビューを果たした大卒3年目の山本選手です。その山本選手は3回無失点と好投、後を受けた中継ぎ陣が味方のエラーなども絡み失点を重ねました。1軍のシート打撃に登板し、首脳陣からも高評価を得ていた富田選手は2つの三振を奪い無失点に抑えています。打つ方では育成ルーキー相澤選手がホームランを放ちマルチヒットの活躍、2軍の練習試合でも結果を残していた高卒2年目の笹原選手もマルチヒットを記録。オフに坂本選手と共に自主トレを行った同じく高卒2年目の大津選手も途中出場からマルチヒットを記録しています。打線は11安打を放ちましたが、得点は3に終わり、大学生相手に3対7で敗れる試合となりました。3月2日にはプロ注目選手も多数抱える大学野球の強豪亜細亜大学と対戦し、3対6で敗れ2連敗となりました。この試合も前日とほぼスターティングメンバーに変更はなく、キャッチャーに東海大学出身の育成選手亀田選手が入り、前日にマルチヒットの大津選手がショートでスタメン出場しています。先発投手は195センチの大型サウスポー、高卒2年目の鴨内選手。3回までは無失点に抑える好投を見せていましたが、4回に制球を乱して崩れ5失点。それでも駒田監督は、彼にはまずは2軍で先発で勝てる投手になってほしい、まだまだこの時期ですから期待していますと今後に期待していました。3番手で登板した高卒2年目の川崎選手が2回無失点の好投、1軍のシート打撃や2軍の練習試合でもいいピッチングを見せていて、今後のアピール次第では今季中の支配下登録も狙えそうな位置まで来ています。打線ではこの日スタメンに入った2選手が活躍。亀田選手はホームランを含むマルチヒット、キャッチャーとしての能力の評価も高く、現状はチームのキャッチャーの序列でも下の方にはなりますが、育成捕手では1番手となるでしょう。大津選手は2試合連続のマルチヒット、捕手登録ではありますが身体能力を買われショートで出場する試合も多くなっています。
大学生相手にまさかの2連敗を喫した3軍はキャンプから続いた長い遠征を終了し東京に帰ります。今後の試合日程はまだ発表されていませんが、まずは2軍昇格を目指し奮闘していきます。1軍では3月2日にこのキャンプ最後となる紅白戦が行われました。赤組ではメンデス選手が先発し3回を2失点、井上選手が離脱しウォーカー選手が2軍に降格したため、今後の結果によってはローテ入りも見えてきます。ランナーを背負った場面での投球が課題となるでしょうか。先発テストもあると報じられていた白木選手は中継ぎ登板で中田選手に一発を浴び1回1失点、オープン戦で先発登板も見てみたいです。白組ではグリフィン選手がこの日も3回無失点の好投、菅野選手次第では新外国人選手では球団初の開幕投手も現実味を帯びてきました。ここまで実戦で好投が続いていた中継ぎ陣はこの日は不安定な内容でした。次回登板に期待しましょう。打線ではオコエ選手がこの日も1安打1四球1盗塁と好調をキープ、原監督からもその盗塁を大絶賛されていました。岸田選手も2点タイムリーツーベースを放ち、これでここまでの実戦で13打数6安打と好調を維持しています。侍合宿から戻ってきた2選手は共にノーヒットと元気がありませんでした。岡田選手がマルチヒットの活躍、解説を務めていた井端さんが岡田選手の第1打席のツーベースを見て驚きました。今のバッティングを継続してできたら一流選手になれますと大絶賛していたのが印象的でした。増田陸選手もマルチヒットでアピール、ここまで実戦でのヒットは全て単打となっているので、そろそろ長打も見せてもらいたいです。この試合ではアクシデントもありました。堀岡選手から支給を受け途中交代した中島選手が右手親指を骨折したことが分かりました。現時点では復帰時期などは報じられていませんが、開幕には間に合わないでしょう。ここまで目立った故障者がなく順調に来ていましたが、紅白戦で負傷するという残念な事態となりました。一軍はこの後3月4日に韓国プロ野球のサムスンと練習試合を行い、5日にキャンプを打ち上げます。東京に戻り、10日から1週間の遠征でオープン戦を6試合戦い、18日から東京ドームで開幕に向けたオープン戦7試合に挑みます。この18日には開幕ローテ1軍野手メンバーもある程度固まってくるでしょう。当落線上の選手にとってはサムスン戦を含めた残り7試合が勝負となります。2軍メンバーは2月いっぱいでキャンプを打ち上げ、ジャイアンツ球場に戻り練習を再開。秋広選手やウォーカー選手も合流しています。3月5日から春季教育リーグを5試合戦い、18日からのイースタンリーグ開幕に備えます。ここで結果を出せば2軍の選手にも開幕1軍のチャンスはまだ残されているでしょう。山崎伊織選手や梶谷選手も実戦に復帰してくる予定ですので注目しておきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。